めっちゃ詰まってるよ。うん。あ、そうだ。こちらも女ですね。ね。じゃあ、ここにあるお城を見てください。あの自分たちの住んでるけれど、お城があるんかな、ないかなっていうので、今さっき言いましたね、掛川城、かつての掛川城にいましたから、掛川城と同じように作りたいだったから、高知城もとっても同じようにできる。これが高知城。